皆さんこんにちは。本日は我々はなぜ死は怖いと植え付けられているのか、書籍明るい死後世界、従来のあの予感は間違っていたを読んでというテーマでお話をさせていただきたいと思っております。今回取り上げますのは明るい死後世界、従来のあの予感は間違っていたという書籍でございます。坂本正道さんが書かれ、ハート出版から出ております。2014年に初版ということになっております。著者はソニーカリフォルニアなどでですね、半導体の開発に取り組んでおられましたバリバリのエンジニアということですね。その方が死後の世界に興味を持ってその研究者になったということですね。科学で証明できないからといって死後の世界を否定することはできないというふうに説いておりまして、瞑想によるですね、死後世界の探求ということに、取り組んでおられるということになります。変性意識による瞑想導入システムというものがございまして、ヘミシンクというものなんですが、それのですね、日本の第一人者というふうに言われております。本題に入る前にですね、このチャンネル以外にも本業のイラストとかギターの弾き語りのチャンネルをやっていたり、女性や猫のイラストを載せたツイッターアカウントなどもありますので、説明欄からよかったらどうぞということですね。ご連絡コメントは Facebook メッセージからということでよろしくお願いいたします。今回は明るい死後世界、従来のあの予感は間違っていたという書籍を取り上げるわけなんですけど、この坂本正道さんという著者はですね、基本的にはバリバリの理系の方ということですね、エンジニアの出身という感じなんですが、その方がですね、こうやって死後の世界とかを説いているというような熱心にね、そういう活動をされているというところで、非常にですね、興味深く思って読んでいる部分がございます。最近ですね、結構比較的何度か坂本さんの書籍関係を取り上げさせていただいているわけなんですけど、経歴はですね、もともと1954年生まれの東大の理学部出身の理系の方ということですね。カナダのトロント大学の電子工学科も出ておるという感じです。そしてソニーに勤めまして、半導体などの開発に従事していたという感じ。それからですね、米国のカリフォルニア州に渡って、半導体レーザーの開発に従事していたということなんですね。その後ですね、運命の出会いというものがございまして、変性意識に入って、そして瞑想するというような仕組みがですね、アメリカにございまして、ヘミシングというような名前をついているわけなんですけど、これに出会ってですね、瞑想をして死後の世界を見るというような、そういうですね、行動に非常にこう興味を持ってこれに熱心に取り組むようになったというんですね。このヘミシングというのは、モンロー研究所というところが取り扱っているわけでございまして、そこでですね、そこにこう勤めるというような感じになって、現在はそこの公認レジデンシャルファシリエーターになっていると。そしてご自分でもね、会社を作っておるというような状態で、ヘミシングの普及に非常にこう熱心に取り組まれているというわけですね。この坂本さんの書籍結構ね、何冊か読んでおりまして、話が分かりやすいようにですね、それまでの何て言うかな、経緯とか彼の主張というようなものをですね、大雑把に変えずまんで分かりやすく説明してみようかと思います。まずですね、坂本さんが主張されるのはですね、この世に存在する人間というものはですね、地球上にいるわけなんですけど、人間だけがこう生きているわけではなくて、宇宙にはね、いろんな他にもこう生命体というものがあるという感じですね。ただ肉体を持たない意識だけの生命体もいるということですね。そういう人たちがですね、たくさんいまして、でもただね、ふわふわ浮いてるだけだとやはりですね、あまりこう成長できないということで、いろんなですね、ハードなこととかいろんな経験をしたいというような感じで、そういうような場所を求めていると。そして地球というのはですね、そういうことに関しては極めて有益な場所であるという部分で、地球に来て、体というですね、
スーツ、なんていうかな、ダイエットスーツとかね、あとは鉄下駄みたいなものですね、そういうトレーニング的なものをつけましてですね、まあそういうツールをつけて、そして生活することによって、魂が成長するのではないかということで、まあそういう地球というジムに通っているということになっているというわけなんですね。そして、まあそこで経験していてですね、そして、まあ、ある程度のお役御免ということになったら、そのスーツとか下駄を脱いでですね、また宇宙に戻っていくと、まあ、いうと、それが死であるというようなことを述べているわけです。まあ、ここまではですね、今までさまざまな宗教とか一部の科学でもこのようなことを述べている方はたくさんいるんですけど、まあ、坂本さんが特殊な点というか、まあ、ちょっと違った点はですね、まあ、瞑想することによってですね、そういう死後の世界、つまり体を脱ぎ捨てた意識だけの世界に入ることができるということを主張しております。そして、彼が取り組んでいるこのヘミシンクというシステムはですね、まあ、音響システムを使うことによってヘッドホン等で音を聞くことによって、それをしながら瞑想することによって深いね、まあ、瞑想の状態に入って、そして、まあ、魂をだけの世界に入りやすくなることができるということを、まあ、提唱しているわけなんですね。そして、その瞑想した状態でですね、魂のみの状態になると、まずですね、一番最初の段階は自分の体をポンとこう抜けてですね、自分の部屋の天井から下を覗くとか、近隣をふらふら回るとか、そういうことができるという状態になって、それからはですね、どんどんこう空に舞い踊って日本全国行きたいとか、どこでも行ける、世界どこでも行けるというような状態になったりとか、そして、まあ、すでに亡くなったですね、先祖の方とか知人とか、そういう人にも会うことができると、まあ、いうような状態になるとか、そういうですね、段階を踏んでいくわけですね。そして、まあ、宇宙にも出て宇宙船にも乗ることもできるしというような感じ、そして、まあ神様とかね、あるいは、まあ、アカシックレコードといったような、まあ、世の中のこの英知というか、そういう知識のデータベースみたいなものも触れてですね、そういうものからこういろんなことを、知識を引き出すこともできると、まあ、いうような、ね、ところまでいけるというようなことを伝えているわけです。まあ、こういうふうに言いますと、まあ、ちょっと荒唐無稽的なイメージで持たれる方もいるかもしれませんが、しかしですね、もう現在の、まあ、物理とか科学の時代もですね、もうほとんどこの世界に入っちゃってるというようなことも言えるんじゃないかなと思いますね。量子力学しかりですね、まあ、ビッグバンもそうですし、あとはパラレルワールドですとか、多次元宇宙論なんていうのもですね、ほとんどですね、まあ全くよくわからない世界にも突入しているというようなことが言えるんで、まあ、ある種ですね、その中の、まあ説の一つというような感じ、まあ、驚くに当たらないような状態になっているというようなことも言えるんじゃないかなというふうに思うわけですね。そしてこの書籍はですね、この坂本さんはですね、死後の世界というものの伝われ方自体がですね、そもそもちょっと問題があるのではないかということを述べております。現在述べられている死後の世界というのはですね、非常に偏ったものの見方ではないかなというふうに言ってるわけですね。死後の世界といっても、まあ、いろんな世界があるはずですね。まあ、普通の世界といってもね、まあ、この例えば地球上の世界といってもいろんな世界がありますね。楽園みたいな世界もあれば、本当に犯罪都市みたいなところもある、まあ、素敵な、ね、ショッピングモールみたいなところもあれば、リゾート地もあるというような感じでですね、一概に言えないわけで、死後の世界もそれと同様でですね、さまざまな世界があるはずだと。そしてそれなのにわざわざですね、死後の世界は暗いとか、苦しいとか、行きたくないとか、怖いといったような言い方をするのはおかしいんじゃないかと言っているわけなんですね。まあ、なぜですね、こういうような負のイメージが非常にこう強くですね、喧伝されて、これまで我々人類に植え付けられたのかということは、いくつかの理由が考えられると著者は言っております。その一つはですね、宗教による、まあ、プロパガンダだということなんですね。死後は非常に恐ろしい世界だと、
死ぬのは非常に怖いことだ、そのですね恐怖を乗り越えるためにはですね、我々の宗教に入るしかないというような、一種のですね恐怖による洗脳、これもかなり大きく左右していたんじゃないかなということなんですね。そして次は全く死の世界から帰ってきて、ちゃんとそれをですね実践している証明している人間がいないということですね。人間は分からないものは非常に恐れるという性質がありますね。そしてイマジネーション想像力というものを持っておりますんで、分からないからこそ怖いより怖くなると、怖い方にどんどんこう引きずられていってしまうというところがあるので、そういう部分もですね死というものを必要以上に恐れる、原因になっているのではないかということなんですね。エンジニアなのにですね、こういう死後の世界というものを提唱するのはという部分の批判も結構ね、坂本さんはもらってるみたいなんですけど、科学的に証明をできないけど存在するというものはこの世にたくさんあるではないかというふうに反論しているわけです。そして、科学が存在を証明できないからといって存在そのものが否定されるべきでもないんではないかと。例えばですね、17世紀のニュートンの時代には電波も磁場も発見されていなかったわけですね。当時の科学ではそういうものの存在というものは証明できなかった。でもですね、電波や磁場が存在しなかったということにはならないということなんですね。単に当時の科学では見つけることも証明することもできなかっただけで、存在していなかったわけではないということなんですね。ただ単に科学がそこまで発達していなかっただけの話であるということなんですね。そしてこの死が怖いというですねプロパガンダは多くのマイナスの部分をですね人間に与えていると言っているわけです。まずですね、生きている人への影響、悪い影響を与えていると、著者の坂本さん自身がですねこのヘミシング等を使って死というものに対する興味がなくなったということなんですけど、そうして初めて気がついたことがあるというんですね。いかにですね日々自分がですねこの死ぬということを恐れているか、病気になってすぐ死ぬというような状況じゃなくてもですね、心の底でやっぱ死というものは怖く、いつか自分にやってきて、それに備えなければいけない非常に怖いものであるというものに無意識的にですね常に侵されていると、そういう考えに取り憑かれていたということを言っておりますね。そしてヘミシングをやってそれはなくなったらね、いかに日々そういう恐怖というものが自分に救っていたかということが非常によく分かったというようなことを言っております。そしてそれ以外にですね今度は死を宣告された人、死が間近に迫った人の影響ということはありますね。これは健康な人でもそれなりのストレスがあるのに、それがですね目の前に迫ったらどれだけですね強い恐怖を持つかということは本当に言うまでもないことだと思いますね。そして今度は死んだ後のですね影響、死んでからもですねやっぱりもともと死に対する恐怖感とか先入観みたいな人がものが非常に強い人はですねそれなりの世界に行ってしまう可能性もあるということなんですね。リラックスしてそのまま死を迎え入れるのと、死というものは恐ろしく死にたくないと、それに対するすごく恐れを抱きながら恐怖に叩き込まれながらですね死んでいくのとでは大違いだということなわけですね。そして最後に残された側への悪影響ということになりますね。あの世に行ってしまった私の家族は今頃どうしているかと、もう二度と会えないではないかとかね、そういうようなことをね、こうやっぱり心配したり嘆いたりするというようなこともあるということなんですね。こういうですね死に対する恐怖、死後についての恐怖、こういうものがですね大きなこうストレスとなって、ダメージを人々に与えているということは、間違いのない事実なんであって、しかしですね本当の死というものはそういうものではないということをですね、知っておく必要があると言っております。人間が生まれてきたのは体を持って、そこに魂を閉じ込めてですね、そこでハードな生活をして、それゆえに魂を成長するためであるというようなことを言っておりまして、それをですね第三密度の世界というふうにも
解いておるわけです。第三密度の世界から第四密度の世界へというのは、その肉体をですね解き放って、そして魂だけになったような状態になるということですね。これは何かというと、要するに体を失うという死の恐怖、これから解き離れてですね、自分だけが良いという我欲の世界とか、お金が欲しいとか土地が欲しいとかね、名誉が欲しいとかモテたいとか、そういうような我欲というのは全てですね、この体を維持してより快適、より有利に生きたいと、人を蹴落としてでも有利に生きたい、競争に勝ってもでも有利に生きたいというような心持ちから生まれてきているわけで、それをね、第三密度の世界というふうに定義しております。その一方、その正反対にですね、その肉体を維持するための我欲とか競争とかですね、欲望、所有欲、金銭欲、そういうものから解き放たれた世界をですね、第四世界、第四密度の世界というふうに言っているわけなんですね。そしてこの本にはですね、この第三密度の人の特徴と第四密度の特徴、これが書いてありますね。第三密度の人の特徴というのはですね、生きることにおいて死の恐れというものがですね、発想の源となっていることが多い、そして欲が強いということですね。その欲、成功したい、お金儲けをしたい、名声が欲しい、ね、そういうような欲に支配されて行動していると。たとえ喜びが起こったもね、そういうものが続かずですね、常に苦しみ、悲しみ、ストレス、怒り、そういうものに四六時中苛まれている。そして自己への愛、つまり自己中心的でエゴイスティックな人が多いということですね。自分が人生を創造しているということに気づかずですね、常に人のせい、他人のせい、イベント、出来事のせいということに考えが向きがちであると。個別意識、あの人はあの人、私は私というような、よくも悪くもそういうね、自分と他人を分ける考え方が起こると。そして共時性、シンクロニシティですね、ラッキーなる偶然というか、そういうものが起こることが少ないというようなものが特徴ということになっていますね。そして第4密度の人間の特徴ということになりますと、すべてこの逆ということですね。喜びが発想の源にあり、あまりこう世俗的な欲求が強くないと。そして、不平不満が少なくね、常にニコニコ朗らかであると。他人への愛とかね、思いやり、分かち合いという気持ちが強いという部分、そして自分が人生を作っていると、そういうような意識が非常にこう強いと。あとは個別意識、自分だけとかね、そういうんではなく、自分も OK だし他人も OK というようなね、ウィンウィン的な発想ができると。そして幸福的な偶然、シンクロニシティがとても多いと。こういうことがですね、特徴であるというふうに言われております。ただこの第4密度のですね、心持ちで、この第3密度の典型的な世界である地球に生きるということは、かなりね、大変であるというようなことも言っているという感じですね。最近ではですね、この縄文時代の文化とか文明とかね、そういうものが、実は我々がこれまで考えていたよりもはるかに素晴らしいものではなかったないんではないだろうかという説がね、よく流れておりますけど、縄文人というのもですね、典型的にこの第四密度的な人々によってこう培われてきた世界なんじゃないかなというふうに思っておりますね。それがですね、稲作が導入されて弥生人になってから、だんだんですね、やっぱりこう平等的な考え方が薄れて、貧富の差とかね、権力を持つもの持たないものというようなものとか、あとは領土的な争いというような、要するに我欲というものが出てきて、第三密度に落ちてしまったというような感じですね。縄文時代は1万6000年近く続いていた。対する弥生時代はそこから稲作をね、集団で作ることによって、爆発的にですね、お金持ちになって、そして、人口も増えたわけなんですね。要するに文明的には発展はしたんですけど、しかしですね、争いとかそういうのも多くなって、700年ぐらいしか続かなかったということなんですね。ですのでですね、いろんなものが
生産的にはですね増えたとしても文明的なものとかその精神性的なものは下がったというようなこともあり得るのかななんてねいうことも思って、それからさらにですね、現代となるとどうなっていくのかなという部分もあったりしますね。まあこの世で、人間がですね知覚できるものは 2% ぐらいしかないとかね、科学で、解明できるのは 1% に満たないとか、まあ、そういう話をよく聞きますけどね、実際ですね、我々のこういう生き方生きている中においてですね実はですね目の前とかそこら中をですね宇宙人とか霊とかがですね、バリバリ撮っているけどただ気づかないだけだったりしてというようなねこともまあ、考えられたりしなくもないかなというふうに思ったりしております。ということでね、我々はなぜ死は怖いと植え付けられているのか、書籍明るい守護世界従来のあの予感は間違っていたを読んでというテーマでお話をさせていただきました。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。